愛知県常鍋市栄町の養業施設常鍋、海遊壺平安時代個人像重要文化財、常鍋壺ロサンジェルスカウンティ美術館像自然遊三須壺、平安時代12世紀東京国立博物館像、自然遊壺三重県伊勢市二見町溝の口出土、平安時代12世紀東京国立博物館像、常鍋焼は愛知県常鍋市を中心とし、 その周辺を含む千下半島内で焼かれる石器。日本六雇用の一つ。2017年4月29日、常滑焼きは、瀬戸焼き、越前焼き、丹波立食い焼き、備前焼き、がらき焼き、とともに、日本六雇用として、日本遺産に認定された。平安時代末期、さなげ用南部の海遊陶器用の南下に伴い、 形成された地タ半島雇用後群を母体とするが、海遊陶器の伝統にはない大型の亀や壺を新たに主要な機種として創造することで、磁気系中世陶器の主要生産地となった。中世の床名め焼きの釜跡は千基以上で数千基に及ぶとされるが、その実数は不明。過去の学説では最高一万基というものがあるが、根拠は不明量と言わねばならない。 平安時代末期の製品は素朴な中にも王朝文化の名残を感じさせる優美さを持ち、京塚などの仏教遺跡で用いられる事例が少なからずあり、さらに欧州平泉の遺跡群で大量に使われていたことが判明している。鎌倉時代には素朴で力強い壺、亀などが生産され、鎌倉ではおびただしい量の壺、亀、パチが消費されていることが、 鎌倉遺跡群の発掘調査で判明している。そして、平安時代末期以来、広く太平洋沿岸を中心として流通していたが、鎌倉時代になると、さらにその流通圏は拡大、充実している。瀬戸内地方の広島県福山市に所在する草戸宣言町遺跡は、備前焼の生産地に近い立地ながら、鎌倉時代の床舐め焼が数多く出土しており、そこからも、 この時期のトコナメの流通のあり方が伺われる。その数数千期とも言われる中西洋は広く北半島の丘陵武景斜面に掘られた地下穴蔵用で、その大半は平安時代末期から南北朝期までの期間に収まっている。なお、中西、トコナメを代表する大型貯蔵具の生産はトコナ地域を中心とする半島中部の窯で行われることが多く、 半島の北部や南部では、海遊陶器に由来する山蛇碗、小碗、小皿などを中心とした生産が行われている。室町時代になると、半島全域に広く分布していた釜は、旧常名町周辺に集まり、しかも集落に近接した丘陵斜面に築かれるようになる。この段階では案、皿類の生産は行わず、壺、亀、パチの生産に特化している。また、 室町期のある段階で、半地上式の大釜に、釜の構造が転換している。そして、その大釜は、江戸時代の常名め焼きを焼いた釜でもあり、別に鉄砲用とも呼ばれた。古美術の分野で、こなめと呼ばれるものは、多く穴蔵用で焼かれた製品を指しているが、その区分は、必ずしも明確ではなく、大釜製品をもこなめの中に入れる場合も、少なくない。 戦国時代、織田信長が瀬戸の陶器生産を保護するために、天正2年、金曜令を出したことで、床鍋の陶器生産も一旦終焉を迎えたとする説がある。その書室は、昭和10年代に、観光の旧、愛知県市で、昭和49年間の床鍋養業市でも採用されている。しかし、この説に対して、赤羽一郎は1983年の著書、 トコで金曜令の根拠とされる主因状の文面は焼き物生産すべてを禁止したのではなく瀬戸風の焼き物をよそで焼くことを禁じたと解釈すべきであること。トコの釜の数の急減と市街地への集約は天正期よりはるか以前に起こった現象であること、そして天正期に生産された可能性の高いトコ焼きは 中世上官跡などから少なからず出土していること、さらには、瀬戸と競合関係にあるのは、なめではなく、生産内容が類似するミノ焼きであるべきで、実際15世紀から16世紀にかけて、瀬戸の技術がミノに流入している現象があるなどの理由を挙げて、その金曜例の床滑への影響を否定している。その後の日本各地の発掘調査によっても、 天正初期の極端な生産現象を認めることはできない。江戸時代、常名村、関村、北条村の三家村で焼かれる焼き物を、常名焼きと総称した。中でも、北条村に最も釜が多く、元禄七年の釜改めで、常名、関が二機ずつであるのに対し、北条は八機である。その後、北条は、京宝年間に十機、天明年間に八機、そして、 江戸末期の天保年間に11期である。常滑村と関村については、その後の記録がないが、江戸末期に1から2期の増加があった程度と、推測される程度である。近世、常滑焼きでは高温で焼き締めた麻焼き物と、素焼き状の赤物と呼ばれる、製品群がある。麻焼き物は亀、壺を中心とするが、江戸後期になると、茶器や手器などの詳細工物と呼ばれる。 陶芸品も登場する。一方、赤者は、素焼きの亀や壺のほかタコ壺や火けし壺、へっつい火鉢などが中心となるが、江戸末期には、土といと呼ばれる土管が赤者として登場してくる。土管で、下水道を作ろうとしている、終わり半校の七、八代の頃に、北条村の渡辺弥兵は、その命を受けて、茶器、主管。 花瓶などを作って上納したところ、いずれも召願され、それらが無名であることから、元交際の名を賜り、以後、作品に、元交際と記入することになったとされる。その後、常滑でも、稲長三郎、上村白王、赤井東然などの名校が出て、茶器や手器などに技を振るった。また、文政年間に、稲葉高堂は、遠州秋葉山に参り、そこで、 伝来の、足利家同胞辰見網秘蔵茶器351品の内茶瓶43品とある古写本を譲り受けて帰り、床目で初めて急須を作ったとされる。また、杉江寺門堂は、安政元年に床目の医者で急須の収集家でもあった平野忠の指導を受けつつ、中国の茶壺の素材に近い手でを創出することに成功した。 こなめに連邦式のぼり釜が導入されるのは、天保年間のこととされる。同じ天保年間に2台、稲長像は、板山土と呼ばれる白泥焼きの原料を見出し、この土に乾燥させた地図も巻いて焼くことで生まれる、ヒ色焼きを生み出した。連邦式のぼり釜は、まこと焼き用とも呼ばれ、釜詰めされたものが、すべて、まやけになるのに対し、 従来の大釜では燃焼室よりに置かれたものは真焼けになるが奥の沿道よりのものは温度が上がらず赤物になっていた。江戸末期に上り釜が導入された背景にはこなめにおいても各種の詳細工物が量産される状況に至ったことを伺わせる。この上り釜導入を行ったのは関村の小家小三郎でその息子の伊三郎も協力したと言われる。しかし、 年齢を考えると、天保年間に片言武器が大きく貢献したとは、みなしがたい。また、小池は、尾張藩の御用を務めていたとされるが、天保十一年には、尾張藩の御将南度御用、お木き物師の役を伊三郎が務めている。そして、その、お木き物師、小池伊三郎と名を入れた壺が、炎症壺として伝存している。同系のもので、梅干し壺とされるものもあり、 その仕様を書いた安政7年のご掃除方役所が出した古文書もあるが、梅干し壺は小家の釜で焼いた形跡がない。そして梅干し用を焼いた釜として松本九右衛門の松本用が知られている。この釜は流通業で富を得た松本家が陶器生産に参入した結果生まれたものながら、その創業にあたって従来の養業者との間に、 大きな摩擦が発生したという記録がある。2020年、発掘調査によって、奈良県山和郡山市の郡山城の外堀に、暗居と呼ばれる排水設備が設置されている事実が発見された。この排水設備は、江戸時代に作られたと推定されており、土管の材料として、常なめ焼きが使用されている、可能性が高いと指摘されている。なお、 耐久性を向上させるため、短い土管を多数連結した構造となっている。連結部分には漏水防止のため、漆喰が塗られている。約170年間使用され続けてきたことが判明しており、現在の水道管と比較しても耐久性に優れていると評価されている。明治時代になって株仲間のような規制がなくなると新規に陶器生産に参入する家が増えていく。 そして、明治の床鍋では、近代土管という新たな主力製品があり、その生産は、従来の釜屋だけでは供給しきれないほど、大量の需要があった。土管は、英語のアーサーンウェアパイプの訳語とされる。床鍋では、江戸末期の赤者に土問いがあり、文久年間に小江片言武器は、美の高須港の江戸屋敷で、浄水道用として用いる。 新商土とを作って収めたという記録がある。しかし、近代土管の生産は、土と糸は異なる、規格化された製品で、明治5年、横浜の新埋め立て地の下水工事に伴う注文が、小家方こと武器のもとにもたらされたことに始まる。その設計は親とい外国人のリチャード・ブラントンであった。はじめ河原の材質で作られた土管は強度に難があるということで、 トコナメの新焼きガメのように作ることを求められた。この注文は従来のトコナメ焼きの技術だけでは十分に対応できず、小屋家に出入りしていた大工が発案した木型を用いて作る方法でブラントンの求めた企画通りの製品を収めることができたとされる。その後、鉄道網が整備されると考え用水路が線路で分断されるため暗挙の水路を強固な素材で通す。 必要があり、分厚くて、固く焼きしまった特圧の土管が大量に求められた。また、都市での薬病が大きな問題となるに従い上下水道の分離が求められ、土管の需要は増大する一方であった。こうした状況に、小井池だけでは生産が追いつかず、小井池はその技術を解放して、床舐めを上げて土管生産に対応するようになっていく。 タイルを中心とする建築陶器の生産は明治末年頃から開始されるが、大正期、フランクロイド・ライトの設計になる帝国ホテルに採用されたスクラッチタイルやテラコッタなどを床舐めで生産して以降、急速にその生産量が増加していく。帝国ホテルの開館の祝いが模様されていた大正12年9月1日、関東大震災が発生したのであった。 それまでの近代建築が多くレンガ積みであったのに、対し帝国ホテルはコンクリートを用いており、震災の影響が見た目にはそれほど大きくなかった。そして、その後の鉄筋コンクリート建築が普及するとともに、建築陶器の需要が急速に増大していくことになる。幕末から床滑焼き業界のリーダー的位置についた小家方ことぶきは明治期に、 近代土管の量産を軌道に乗せ、さらに輸出用陶磁器の生産にも取り組んだ。しかし、小栄用の試作品は高級品志向が強く、本格的に輸出されるようになったのは、主泥流巻と総称される製品群であった。明治10年代に試作され20から30年代に本格的に輸出された主泥流巻は、北米を主要な市場としていた。主帝道を持ちつぼや投入。 花瓶などを作り、その表面に石膏型で成形した竜を中心とした薄板状の文様を貼り付けて、レリーフ状の装飾としたものが、手で竜巻であるが、床なめから神戸に送られ、そこでさらに漆や金箔などを用いた加工が施されていた。明治末になると、手で竜巻は、急速に商品価値を失い、大正期には新たに素焼きの生地に漆を塗り、 様々な装飾を加えた、投資機が輸出品として生産されるようになる。小家方武器の業績として、明治11年に、新潮末期の文人で、技工用の茶器製法を知っていた、金氏久氏という人物を招聘し、常滑の投稿に、その技法を伝習させたというものがある。明治期の常滑の先茶器製産は、多くの名工によって担われていたが、 産業として量産されるような段階には至っていない。それは、大正、昭和戦前期においても同様で植木鉢や火鉢の方が主要な製品であった。近代の常舐焼きは、はじめ連坊式のボリガマと大ガマで焼かれていたが、明治33年に結成された常舐陶器、同業組合が、明治34年度の事業として取り組んだ炎式の石炭用の試験に成功したことで、 石炭用が急速に普及し、対象、昭和の主役となる。しかし、街中を黒煙で覆った石炭用も昭和45年、改正大気汚染防止法の頃から重油へと燃料転換が図られ、さらにガス用や電気用の普及、そして量産品はトンネル用によって調整されるようになり、その役割を終えていった。平成になると、 地場産業再生のための試みの一つとして、近在の他産業との融合や共同を展開した。2001年に行われた、常名焼きの展示即売会では、名古屋市緑区の伝統産業である有松、鳴海絞りの模様を施した陶磁器を焼いて、注目された。有松、鳴海絞りとのタイアップは、有松、鳴海絞り組合と協議の上、常名焼きの作家と有松、 絞り業者が連携を図ったもので、こうした異業種連携には、江戸時代初期の織部焼きに絞り、文様を施した、鳴海織部の前例がある。ありがとうございます。